日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は大人の日本語について。大人の日本語、はい、こんばんは皆さん。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は夜にこのポッドキャストを撮っています。夜ですね。だからこんばんはですね。今日は大人の日本語について話したいと思います。大人の日本語、何でしょう？子供の日本語、何でしょう？子供の日本語というと、ねえねえねえ、パパ、お腹空いた、お腹減った、何か食べる、みたいな、そういう話し方。子供の日本語。そして、若い人の日本語。例えば、テラスハウスとか。見ると、お前さ、なんでこんな、なんでこ、お前さ、ちょっと僕はできないですね。ちょっと僕は大人なのでできないです。子供の日本語とか若い人の日本語とか大人の日本語ね、これは少し違います。で、よく聞かれるのが、鉄平先生はフォーマルな話し方をしますねと言われるんですね。まあフォーマルというか丁寧な話し方。そうですね。僕は少し丁寧な話し方をします。で、先生はカジュアルな話し方はしないですか？と聞かれるんですけど、僕がいわゆるタメ語、ね、タメ口ですね。お前さ、俺はさ、みたいなね。で、そういう話し方を僕がするのは子供の時の友達。僕の子供の時の友達ですね。あとは家族、ね、家族と話す時は少しタメ語ですね。タメ口。例えば、お母さん元気？うん、まあまあ俺も元気だよ、みたいな。でも大人になって出会った友達ですね。僕は今39歳です。39歳で、友達も40歳とかね、そういう人、大人の人が多い。で、そういう時はやっぱりタメ口は使わないね。タメ口というのはそのカジュアルスピーチですね。元気？みたいなことはあんまり言わないですね。僕は友達、大人になってからできた友達、例えば安藤さんには、安藤さん元気ですか？はいはい、僕もまあまあ元気ですよ、みたいなね。ここでこのポッドキャストで話している大人の日本語ですね。この日本語は大人の日本語です。だから皆さんがもし、まあ22歳以上ぐらいだったら僕みたいな話し方でいいと思いますね。大学生の場合はもう少し若くてもいいかな。ねえ元気？みたいなあとは男の人と女の人もね、少し日本語は違いますね。まあそれはまたいつか話したいと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレーゴ、またね、またね、またね。